女子走り幅跳びで優勝された横浜国立大学の岩崎優奈さんにお越しくださいました。おめでとうございます。本日はどのような感じでしたか？今回は、2年ぶりの県での大会ということでちょっとワクワクしてて、はい、とても楽しみながら出れたら一番いいかなと思って臨ませていただきました。今シーズンの目標を教えてください。で今シーズンは、来年につながるように、福井インカレの標準を切ることと、その前にある関東インカレの標準を切って、来年戦え上位で日本のトップで戦えるようにしていきたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。